はい、じゃあ再開していきましょうか。はい、はい、では12月23日になりました。なんかどんな感じで投稿するとかありますか？じゃあ今回はじゃああれかな、ちょっと早めに投稿しようと頑張る真白くんで、もう学校にいる？いや、ちょっと痛そうにひょこひょこしながら歩いてると思うので、さすがにちょっと声かけます。今回そのひょこひょこを歩いてる気づきに話しかけます。うん、あれ、あいつどうした？おい、気づき。おはよう。どうした？お前、腕押さえて。いやー、それがなんか、昨日ちょっとよくわかんない着ぐるみ着た雲に襲われてさ。着ぐるみ着た雲？間違ったわ。雲の着ぐるみを着たなんかに襲われたんだよ。はぁ、あ。襲われた？うん。なんで？わかんない。なんか悪いことしたん？わかんねえんだよ。突然なんか後ろから殺気を感じてさ。殺気？うん。それにしてもでも、着ぐるみにしては。いや、悪いことなんてしてねえよ。ただ、なんか着ぐるみにしては、だいぶガチだったから、結構深手を負ったんだよな。いや、うん。だって、その腕やもんな。うん。で、まあ、気ぃつけろよ。うん、いや、でもあれに関しては気ぃつけようがなかったわ。俺もどんなんか見たわけじゃないから、なんとも言えんけど。うん。なんかあれだったの、人型じゃね、間違ったわ、人ぐらいのデカさだったんだよ。人ぐらいのデカさ。うん。夢ちゃうかって言いたかったけど、実際怪我してるしな。そうなんだよな、俺も夢だったと思いたかったんだけど、この傷が何よりの証拠というか。うん、じゃあそうやな、今日の体育とかあんま激しく動かれへんよな。あ、そっか、今日体育あった。やっべっ、ああ、体操着忘れてきた。隣のやつに借りよう。おーい、怪我のことで精一杯かよ。そうだな、あとちょっとちゃんと勉強しようと思って、ちゃんと教科書とかだけはバッチリ持ってきたんだけどな。頭打った？なんでだよ、俺だって勉強くらいするわ。いや、なんか自分から勉強って言い出すの珍しいなと思って。いいじゃねえか別に、なんかそういうこともあるだろ。え、なんかそういう感じ？なんだよそういう感じって。いや、そんな色ぼけた感じで喋られてもな。色ぼけたってなんだよ、別になんかそういうのじゃねえよ。な、ははは。わかりやす、行くぞ。うん、まあそうだな。おい、ちょっと置いていくだって。はい、ではあなたたちは学校へと登校しますね。まあ投稿してしばらくすると星ゼミカナと女子グループも投稿してくることでしょう。特に何事もなければホームルーム始まりますけど、いいですか？一旦ホームルームは進めてもらって大丈夫です。わかりました。ではですね、ホームルームが始まります。そう、なんと驚くべきことが起きます。扉をガラガラッと開けて担任が入ってきました。はあ、で、教壇にバーンと手を叩きつけますと、こう言います。いいな、お前たち。明日は平日だ。何でもない、ただの平日だ。いつも通りの一日だ。いいな、って言って帰っていきました。え？ああ、キャサリン、イブの予定埋まらなかったんだな。ああ、なるほどな。そっか、今日23か。うわ、明日はイブだろ。うわ、クリスマスか。で、婚活失敗したんだよ。もうその時期か。あ、そっか。ギリギリ間に合わなかったんだな、キャサリン。うん。まあ、いつもこの時期にスライディングしようとして失敗してるしな。いや、もっとな、ちょこちょこ前から準備しときゃいいんだよな。うん。いや、まあでも一年中あんな感じだろ、キャサリン。前から準備してて、楽な状況だと思うけどな。うん、あ、ほんとか。一年中どころか去年もあんな感じだったじゃねえか。確かにな。いつ報われるんやろか。はい。さあ、それは冬の空だけが知ってんじゃねえか。俺たちは応援することしかできねえな。心の中でだけ応援しておこうぜ。そうだな。みたいなアホなやり取りをしてる間ね、ホームルームの時間も終わりまして、午前中の授業が終わりました。はい。お昼休みです。
なんかやりたいこととかありますか？じゃあ星積みを呼び出します。どうやって？はい。まあ喋ってるところを気にせず。おお。お？星積みさん、ちょっとこっち来れる？ん？あ、何？あ、なるほど。って言うと星積みからは。あ、じゃあ悪いけど、ちょっとみんな2人だけど、みんなだけで食べててって言って、まあ席を立つでしょうね、はい、残された人たちはざわっとしてます真白くんもおーって顔しながら見てます。おまあそんなざわっとした空気を気に留めず、じゃあニコニコしながら、あー頑張ってねーみたいな感じの焼き声で送るうっさい、そんなんじゃないからみたいな感じでこと言い返しながらそれに対してひじりも、いやそんなんじゃないからって言いながら、この前壁ドンされたところまで、はい、はい、連れて行きます。カツアゲされてるって言ってたのにやるな、うん、で、まあ来たわけだけど何のよ、まあ、まさかと思うけど、今日は行けないとか言わないわよね。いやそういうのじゃなくて、いや、うん、これ探してた鍵かと言って、ポケットから、はい、では、それを見ると星積みかなは、目を見開いて驚きまして、直後、そうですね、まあ、満面の意味でこうあなたの手ごと、その鍵を握るでしょうね。ああよかった、ああ本当によかった、これ探してた鍵で、こうギュッて手を握られます。ああよかった、これで合ってたか、うん、本当によかった。からはこうなんでしょうね、こう喜び余ってこう目から涙までこぼれてるかもしれないですね、うん、あでもあんたこれ どうしたのよ。いやまあなんて言ったらいいかな、いやちょっと、うん、落とし物したかなと思って、その探してる間に、うん、忘れ物したかなと思って探してたら、それを探してたら見つけたぐらい、うん、うん、じゃああんた何、あのあれから日が暮れた後にもう一回あの山登って落とし物探してたってこと？まあ要約したらそうなのかな、うん、そうまあいいけど、別にいいんだけど、まあ結果的に見つかったんやしよかったな、まあ、そうね、それはそうね、うん、ありがとう。そういえば褒めるって約束だったわね、よくできたわって出ちゃう、頭ポンポンされば、それ言われた後に褒められてもな何、私に褒められて嬉しくないっていうの？嬉しいです。いや、うん、いや、なんか素直にそういうのもなんかちょっと違くない？なんかそんな反応されてもちょっとこっちとしてもちょっと困るんだけど、なんかこういつもみたいになんかこうガーって来なさいよ、別に、うん、犬じゃないんだからみたいな感じでツッコミしなさいよ。いやまあ褒められるのも悪くないかなってなんかもう調子狂うわね、珍しそうやしうん、おまあじゃあ貴重な体験だと思っておけばいいんじゃない？そんななかなか誰にもするもんでもないしね。うん。うん。で、うん、でもそうね。それ言ったらあんただってそうでしょ。なんでそこまでしてくれるわけ？まあ、あの、確かに私が姉がどうこうって言ったから責任感じてみたいなのはあるかもしんないけどさ。うん。だとしてもそこまで、なんだろう、夜中まで森の中に入ることの気力はなくない？なんで？うん、なんでやろうな。まあ、別にそのまま切り上げて帰ってもよかったんやけど、うん、まあ結構必死で探してそうやったし、なんかそのまま帰んのもなーって、時間にはまあ余裕はあるし、まあ、かといって、まあ、早めに見つけてあげたいから、まあ、使える時間は使った方がいいんかなって、うん、じゃあつまりあんた暇だったってことね。いや言い方確かに時間に余裕はあるとは言ったけど、うん、暇だったから私のために時間使ってくれた、そういうことでしょ？まあそうやな、うん、うん、暇やったから、うん、星住さんのために時間使ったってことにしとく。うん、そう。そういうことにしときなさい。ところでこれは何にも関係ない話なんだけど。うん。いや、私今日放課後予定があったんだけど、急に空いちゃって。
まあもともと探す予定やったしな。うん、だから暇なのよね。へえ。こういう時間いつもなんかしたりしてんの？うん、まあ大体はなんだろう、家帰って、だから友達と遊んでとかだけど、まあ、最近ずっとあれだったじゃん、予定が鍵だからさ。そうやな。で開けてたから今日一日暇なのよね。うん、ああそうなん。じゃあ友達と遊べるんちゃう？星野くん、はい、そういうとこだよ。はい、何が？そうやね、あんたもどうせ暇でしょ、付き合いなさい。まあ確かに暇やけど、え、何するん？ん？まあ特に決めてないわ。まあでもそうね、強いて言うなら、うん、あんたが好きなとこ案内してや。好きなとこな、うん、あんたもこの街長いんでしょ、好きなところの一つや二つぐらいあんじゃないの？まあちょっとはあるけど、うん、そうやな。じゃあそこに行くか。わかった、じゃあ今日はそうやな、ゲーセンでも行くか。うん、そう、まあそこがあんたが案内したいとこならそこでいいわ。うん、うん、じゃあ、今夜、うん、裏山のふもとでね。今夜じゃないわ、間違えた、放課後裏山のふもとでね。じゃあそこ集合で。うん、まあこれぐらいかな、時間もないし。にかなは、一歩二歩と、階段降りた後で、あなたに背中を見せながら、こう言います。うん、ねえ星野くん。ん？何？私はさ、リナを助けるよ。たとえそれがどんな方法だったとしても、あなたは私を手伝ってくれる？まあ、そうやな、鍵探しのついでと思えば全然いいけど。うん、そう、ありがとう。なら、今夜も予定開けといてね。と言って星出美香奈はそのまま帰っていきました。よし、弁当食うか。はい、じゃあ教室に戻ってきましたけど、じゃあこう星出美香奈は教室に戻ってきて、こう女子グループに絡まれて、なんかやいのやいのしてます。俺も聖に絡みにやいのやいのしに行きます。おいおいおい、ひじり、おい、なんだ、ちょっとまた口角上がってねえか？いや、上がってはないけど。いや、上がってるわ。どう見ても。上がってへんて。なんかいいことあったんだろ？いや、別になかったな。なかったのか？うん。いや、別にいいことか分からんけど。うん。いや、なんか、放課後、ゲーセン連れていこうとなった。デートじゃ。デって何？デートじゃねえのかそれ。いや、デートっていう文化は知らんけど。ゲーセンデート。わあ。なんかどっか連れてけって言われたから、知ってるとこを教えるだけやけど。ひじりがデートに。いや、そんな泣くこと？ああ、幸せになるよ。おい、話早いって。ああ、ところで、いや、今日の飯くれ。うん、いや、飯くれってないね。俺今日忘れた弁当。じゃあ半分やるわ。ああ、サンキュー。じゃあちょっと待ってください。じゃあそんなこと言ってると星出美香奈がじゃあやってきますね。お、うん、ああそういえば忘れてたんだけどって言って、真っ白の机に弁当箱を一個じゃあドスンと置きます。え、うん、ああまああれ、知り合いからのあれ、私といてって言われたから。あ、全然私のやつじゃないから、マジで本当に違うから、そこは勘違いしないでねって言って帰っていきました。もうよかったよ、誰からかは知らんけど。リナからだ。え、なんて、リナ？あ、なんでもねえ、なんでもねえよ。はい、じゃあお弁当は2段になってまして、1段目がオムライスになってて、2段目におかずが入ってましたね。ああ、うわー、めっちゃ綺麗、うまー、なにこれ。
お前の方こそじゃない？え？幸せにな。うん、じゃあ。おいおいおい、ちょっと一緒に食うだろ。いや、俺はこっちで食うから。なんでだよ、一人で食ったら寂しいじゃんよ。お幸せにな。まあいいか、浸って食べよう。うまっ。実はあれなんだよな、うん、俺もリナにオムライス作ってたら自分の分の弁当忘れたんだよな。似た者夫婦かお前ら。はい、昼飯終われ。はい、じゃあ昼飯の時間が終わりました。そして午後の授業が始まるかと思いきや終わりました。終わりました。では放課後になりまして、星組からはいつものように荷物をさささっとまとめると、星野にチラッと流し見をしてから出てきました。おー、じゃああれだ、気づきはあれだ、サムズアップして送り出します。全然そんなんじゃないからって、こう手を振りながら、顔の前で手を振りながらそそくさと出ていきます。はい、じゃあ星のパートからやろうかな。あ、はい、ではですね、ではあなたたちは、まあ、裏山で集合することでしょう。うん、よし、じゃあ行くか。うん、とは言って、ね、まあゲーセンやけど。うん、まあといっても私ゲーセンってほとんど行ったことないのよね。ああ、そうなん。まあ付き合いで行くことがないとは言わないけど、言うとなんかプリ取ったりとか、うん、まあ、それぐらいよ。まあ、ユッキャットとかはちょっとやるけど、うん、でもあれ取れないし。確かにな、アームがな、なかなか難しいからな。ね、まあ、あれ買う、あれなんで取るぐらいだったら普通にお店で買った方がいいと思うんだけど、まあ、そういうのも空気読めないでしょ。地の方がまあ安くつくとは思うけど、うん、クレーンゲームっていうまあ趣もあるわな。そうそう、だから、まあいつもはそんな感じで気使ってるけどさ、いや別にあんただったら気使う必要ないじゃん。うん、おう、まあちょっと気使ってほしいけど。うん、いや別に今更どう思われたって変わらないでしょ。まあ確かにな。うん、じゃあ案内してくれる？星野くん。わかりました、じゃあついてきてください。はい、じゃあついていきますかね。はい、うん、じゃあゲーセン着きましたけど、どうします？ゲーセン着いたら、あー、じゃあ、うん、まあ、さっきクレーンゲームの話もしてたし、うん、なんかちょっと見て回るか。うん、いいけど、何あんたこういうの取れるタイプ？どうやろうな。普通にゲームとかするけど、まあクレーンゲームは別の話になってくるからな。あ、取れるかどうかは分からんけど、確かに、まあやってみてもいいんじゃないかな。うん、まあでもこういうのって確かにあんたみたいななんかタイプはあんまり得意そうなイメージないわよね。いや、どっちかといえばあんたの連れのあのなんだっけ、キズキ？あ、キズキ？なんかあいつの方が得意そうな雰囲気あるわよね。いや、あいつこそ多分無理なんちゃう。そう？なんかでも大体ああいう陽キャタイプの方がクレーンゲームとか得意なイメージない？まあなんか結構やってそうなイメージあるけど、うん、でしょ、 あんたみたいなあんまりやるイメージないじゃない。あいつ不器用やからな。ああ、そうなのね。うん、タコさんウィンナー黒焦げにするぐらいし。タコさんウィンナー黒焦げってどういうこと？あれだってくるっとなる分どうやっても全身黒焦げにはならなくない？俺にも分からんけどな。あれは科学的に証明するのは難しいと思うけど、なんか全部オーブントースターかなんかで焼かない限りは真っ黒にはならないと思うんだけど、え、多分直接火当ててんちゃう。あ、なんかマシュマロ焼くみたいな感じで、そうそうそう、多分そんな感じで焼いてんちゃう。そんな原始的な調理法してるなあいつの家。フライパンとか知らんのちゃうかな。フライパン知らないなんてある現代で生きてて。あいつならちょっとありえそうかな。ああ、そんな感じのやつなのね。ちょっとだいぶ印象変わったわ。うん、まあ、あんたほどじゃないけど。え？いや、あんたは印象変わりすぎよ。まあ自分でも思うけど、うん、割と暗めな方やからな。そうね、なんか部屋の隅っこで影と同化してるぐらいの。言いすぎやろ。うん、今もあの一昨日なんてあれよ、あの
れよあれ、なんとなくあの出てきたやつ顔見覚えあるなって必死こいて思い出し、やっとあんたの名前覚え浮かんだんだから、あとちょっとでアイディア判定失敗したら多分分かんなかったわ。アイディア判定TRPG でもやってんのか。何それ知らないけど。あ、知らんのに言うたよ。なんだっけ、何の話してるか忘れちゃったわ。そうそうそう、クレーンゲームで読み取れんの。まあやってみる価値あるか。じゃあ星野くんアイディアどうぞ。はい、アイディアじゃあ目星だな、目星どうぞ。危な、雑談で振るところ。目星お成功。おお、じゃあそうですね、星出美からの目線が一瞬ちらっとどっか向きまして、はい、そこにはですね、こうちっちゃいテディベアが飾ってありまして、なんかココナッツちゃんって書いてある、名前が書いてあるちっちゃいテディベアの方をチラッとカナが見てたのがわかりますね。え、そのクマ欲しいん？あ、いや、まあ別にそんなんじゃないけど、でもまあなんかかわいいかなって。じゃあこれにしてみるか。ん？いいの？いけんの？あんた、これでいけなかったらあんたもう大変なことになるわよ。ここはちょっと男見させてあげましょうかね。へえ、言うじゃない。じゃあ見せてもらおうかしら、あんたの男ってやつを。はい、じゃあデックスかける5かな。お、デックスかける5。デックスは高めね。14あるから 70% できる。余裕だな。余裕余裕よ。おい、アポイはもう、あー惜しかったな。で、どこら辺があんたの男の結果なのかしら、ぜひとも私に教えてほしいところね。まあ、こういうお茶目なところもかな。ふーん、へー、ふーん。じゃ、もう一回やったらいけるか。どうぞどうぞ。それで、男が廃らないなら。まあ、もう500円入れて、じゃあ。3回プレイじゃん。3回プレイ。じゃあデックスもう一回振っていいですか。どうぞ。次こそはよいしょ、うん、俺見ろ。本当に取れるんだ。てっきり私このままお金なくなるまで入れ続けるのかと思ってた。うん、若干そんな予感はしたけど。まあなんとか取れらしい。ほら、うん、これあげるわ。ああ、うん、そうね、ありがとう。おとなしくもらっておいてあげるわ。感謝しなさい。うん、感謝してくれんと困るけどな。何よ、ありがとうって言ったじゃない。まあ素直に受け取っときますよ。うん、素直で結構。素直な子は結構好きよ。俺は素直じゃないと思うけどな。そう、あ、じゃああんまり好きじゃないかもね。何やそれ。はい、みたいな感じですけど、あとなんかやりたいことあります？どうしよっかな、うん、UFO キャッチャーやって、うん、まあゲーセンって何回か来たことあるけど、言った通り私はまあここら辺の入り口の UFO キャッチャー回るか、こっちの片隅の方のプリクラ行くぐらいしか行ったことないな。実際どんなのがあるかって詳しく見て回んないしね、奥の方までは。うん、そうやな、プリクラは俺は撮らんしな。へえって、じゃあこうニヤッと面白いものを見たような顔します。え、撮るん。あー、でもどうしよっかな。確かにね、あんまりはこうなんかね、男女二人で行くのもあれだしね。うん、そうやな、じゃあやめとこう。うん、じゃあやめときましょうか。じゃあ二人とも全力でプリクラから離れていきます。まあおとなしくメダルゲームを。そんな感じで、まあ私はその2つなんだけど、あんたは何してんのよ。もともとあんたのおすすめってことで来たんでしょ。まあ UFO キャッチャーと、うん、あとはまあそこのマリカーのやつか、太鼓の達人ぐらいかな。ああ、太鼓はでも私もやるかもね。あ、何、じゃあやってみる。勝負しますか。お、いるね、見せてもらおうかしら、あんたのスタッタ男ってやつを。いや、男に泣くことになるぞ。いいんか。よし、じゃあ CCB 対決だ。CCB 二人とも振って小さい方勝ちね。
よし、オッケー。いくぜ。ふなちゃんは68。まあ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 。下手くそ。どんなことある？いや、え、バチ飛んでったし。あー、じゃあそうだな。じゃあこう、横でこう、なんでしょうね。かなちゃんがあまりにも楽しそうにするもんだから、途中でこう、譜面からかなちゃんの方に視線が移っちゃって、途中で手が止まっちゃいましたね。あらいや、こんなはずじゃなかったんやけどな。はい、私の勝ち。いやー、さすがです。星人さん、お上手ですね。てか、あんた途中から手止まってなかった。何、手抜いたの？まあ、勝たせてやるっていうのも。ね、ふーん。まあ、気持ちわからんでもないけどさ、私そういうのあんまり好きじゃないんだよね。やるなら全力で、その上で叩き潰してあげるわ。じゃあ次は、本気で挑ませてもらうかな。うん。上等。こっちもエンジン入ってきたところよ。で、じゃあこうバチをくる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 ってこうなんか、肘とか使ってくるくるって回してますね。もう100円入れて。はい。じゃあ星野のおごりで2戦目いきますか。よいしょ。じゃあ13。ほら、これは重かったろ。強い。強いけど。負けねえ。てめえが高い。結構下手くそ。結構下手くそ。はい、じゃあ途中でこう、本人がターンする、こう、なんでしょうね、アピールまで入れながら圧勝しますね。いや、このリズムゲームは俺無理やわ。へへん、どうだ、見たか。いや、おみそり出しました。そうだろう、そうだろう。やっぱり星野くん程度じゃ私には勝てなかったか。次こそは負けへんからな。そんな機会があればいいけどね。今に見てろよ。ええ、見させてもらいましょうとも。じゃあ俺が勝った時にはなんか一個言うこと聞いてもらおうかな。ああ、いいじゃない、いいじゃない。なになに、どんなことでも言わ、どんなことでも聞いてやろうじゃないの。まあ、何がいいの？だったら考えるわ。あ、ずる、逃げる気だな。じゃあどうだろう。私が勝った時のことも考えておかないとね。まあ、こんなもんですかな。ゲームセンター。だいたい夜ぐらいには、はい。行ってると思うんで。はい、では、夜ぐらいに、ゲーセンを出たあなたたちは、まあ、星積からの提案で、まあ、近くの自然公園の方まで足を伸ばすことになるでしょう。彼女は、そうですね。あなたと、まあ、ちょっとあっちまで歩かないって感じで、まあ、せっかくだし、イルミネーションもう灯ってんのよ。って感じで自然公園まで誘導されますかね。はい。で、星積からは、あなたに背を向け、ポンポンと、一歩二歩ほど前に出る。彼女は振り返って、前に彼女は振り返ってこう言った。ねえ、星野くん。私さ、実は宇宙人なんだって言ったら信じてくれる？宇宙人なあ。どうやろう。もしかしたら信じるかもな。彼女は、その星野の返答には、何も答えず、再び背中を向けるとポツリポツリと話を始める。3年前、私は偵察のため地球へとやってきた。この街の上空に浮かんでいた。そこで致命傷を受けた。何が起こったのかまるでわからなかった。学校の裏山に落下した私はそこで死ぬはずだった。でもそこに、あの子がやってきた。リナが、いや、本物の星積かなが。あの子は、私に命を与えてくれた。元来ある性質も、能力も、私の中から急速に失われていった。体を維持することすら、ままならなかった。命を吸った相手の姿に変化する能力。私は、これに全てをかけた。私を構成するあらゆる要素の崩壊を感じる中、別存在になることで命をつなごうとした。結果、それはうまくいった。私の中からほとんどの能力が失われ、元の姿に戻ることすらできなくなった。
人間となることで、あの子のコピーとなることで生き延びた。自分が自分で亡くなるよりも、生きてる意味を失うよりも、私はただ死ぬのが怖かった。私たちは何もかもが反対だった。死にたがりのあの子と私は、ああいや、救いを求めていたという点では同じだったのかもしれない。私はあの時、彼女の願いを叶えることができなかった。でもあの子は、そんな私の手を取った。優しく微笑んでくれた。私の命を救ってくれた。だから私は、あの子の本当の願いを叶えるために、今度は私があの子の命を救うためにここにいる。そして何より私はカナが好き。あの子が助かるなら何だってやってやる。どんな手段も厭わない。それにね、星野くん、私はもう間もなく死んじゃうんだ。殺される。私はそれを受け入れようと思ってる。と言いますね。殺されるってどういうこと？同胞に解散の帰還命令を無視して人間に手を貸してる。任務を放棄した裏切り者に見えたんだろうね。まあ間違ってもないけど、これに関しては私が悪い。私がヘマをして使命もあり方もかなぐり捨ててここに居座った。失敗した上に罪を犯した。罰せられるのは当たり前。始末に来る同胞は何も間違っちゃいない。宇宙人から見たら立派な裏切り者、滞在人なんだよ私は。だから私には時間が残されていない。そうか、確かにその宇宙人側から見たら滞在人かもしれんけど、でもなんとかうまく説明とかできんのか？無理だよ。どう説明しようっていうのさ。あっちは何も間違ってないんだよ。なんかこう、言葉を交わすつもりは向こうには多分ないさ。もう最終通告が来ちゃってるしね。そうか。それがいつかってもう決まってんのか？ああ、それは私には知らされてないけど、でも多分そんなに時間はない。最後の連絡が来たのが1週間前ぐらいだから、もういつ来てもいつ資格が来てもおかしくないんだ。だからそれ前に君が鍵を見つけてくれて本当によかった。その鍵があれば本当の星津にカナさんは救われるってことなんか？そういうこと。手遅れになる前になんとかなりそうで、それは君のおかげだからさ。まあ見えないかもしれないけど、これでも結構本当に感謝してるんだよ。まあそれはなんとなく伝わってるとは思うけど、うん、そうならよかった。ほんまにそれでいいんか？うん、そうだね。私はそれでいいと思って。私は所詮偽物の複製だからね。星住香菜はあの子に返さないと。ね、星野くん、今日のお昼さ、私に協力してくれるって言ったよね。確かに言ったけど、うん、これから、そのお願いしてもらって叶え、そのお願い手伝ってもらってもいい？約束したしな。うん、じゃあ私の家行こっか。分かった。というと、カナはあなたに背を向け、先導するようにアマチの家へと向かうことでしょう。なんか最後に言うこととかあります？まだ何も言えないです。はい、では一旦休憩挟みましょう。はい。
いやー、星野らしい距離の取り方。では再開しましょうか。はい。一方その頃真城くんはどうしますか。どうしよう放課後ですけど。どうしよう。先に宣言しておきます。はい。大事な分岐です。うわー裏山。うわーまた明日って言っちゃった。どうしよう。ミサちゃんにたまたま会えたりしないかな。ああたまたま会いたい。会いたいです。連絡先は持ってるけど。あそうだった、ミサちゃんその辺にいるって。じゃあそうですね、近くにいるけど、どうしたの、何かあったのかいって聞かれますね。ちょっと今日俺用事あるから、アマチのばあちゃん家行けないんだけどさ、うん、ちょっとまあ、カナっていうとこかな。カナにオムライス届けたくて、うん、それ、ミサちゃん代わりに届けてくんね。まあいいけど、わかったよ。じゃあ、前のチーズケーキ屋さんのところで集合でいいかい？オッケー。はい。じゃあ、チーズケーキ屋さんのところにおばあちゃんはいますね。おー、ミサちゃん。うん。あ、真白くん。いやいやいや。いや、突然、悪い。うん。ああいいってことよ。真白くんには私のお願いも聞いてもらってるところだしね。うん、今絶賛調査中だぜ。うん、そうかい。まあ何か見つかったら教えておく。あの家から何か見つかったら教えておくれ。うん。じゃとりあえずじゃあ今日はこれ頼んでいいか？うん、ああ、わかったよ。って言ってオムライスが入ったお弁当を渡します。うん、それで別れるでよろしいですね。はい。言いませんまだ。わかりました。では星住美沙はそのお弁当を持ってアマチの家と向かうことでしょう。うん、で、真城くんは裏山に行きます。はい。では気づき真城は一人で裏山へと向かうことでしょう。ちょっと待ってね。待ってね。はい。ではあなたは裏山へと到着しました。はい。到着しました。地図に書いてあるこの、うん、ここを調べようと思います。はい。じゃあ目星どうぞ。はい。えい。おいおいおい。はい。ではおよそ3時間ほどかけて。この人をくまなく探しましたが、特に何も見つかりませんでした。あれおかしいな。はい。まああなたは自分一人で探すのには無理があると思うかもしれないですね。うん。裏山広いしね。確かに。あっちの星のパーティーだって2人で探してたしね。うんうん。いや困ったな。ミサちゃんここに呼び出すわけにいかんしな。言ってくれてるからな。まあ3時間経ってるんでもう終わってると思うんですよ。してるのは。じゃあどうしようかな。ミサちゃん呼ぼうかな。はい。どのように連絡しますか。もしかしたら手がかりつかめるかもしんねえ。裏山でちょっと探してるんだけど、ミサちゃんも一緒に来れない？何か手がかりが見つかったのかいって返ってきますね。あ、わかんねえんだけど、こう、なんかそれっぽいものは見つけたんだよ。うん。そうか。わかった。ただ、裏山集合というのもあれだからね。そうだね。じゃあ一旦、あっちの、またケーキ屋のところで集合でいいかい？オッケー。はい。では、あなたは、また取って返して、ケーキ屋へとやってくることでしょう。はあ、まあ、しばらくすると、星住美沙もやってきますね。うん。ああ、お待たせお待たせ、真白くん。いや、この老いぼれをデートに誘うとは、君もなかなかやるに。まあ、クリスマスも近いからね。そうだね、そうだね。
じゃあまあ中で話そうか。君が一体何を見つけたのか詳しく聞きたいしね。ああ。それと今日はおごっちゃうよ。え、いいの？うん。ああ、せっかくだ。このおいぼりの頼みを聞いてくれた礼だと思って好きなものを頼みな。やった。甘いもの結構好きなんだよね。うんうん、そうかそうか。ミサと舌が合うというのはいいことだね。ミサじゃないわ。カナと舌が合うということはいいことだね。いやー、これはこういうデートもできそうですな。うんうん、いいと思う、いいと思うよ。で、まだ付き合ってねえから、俺たち。おや、そうなのかい。でも、時間の問題だろ。そう、そうな。まあまあ、入った入った。何食べる？じゃあ、ショートケーキと、チーズケーキと、モンブランと、プリン。うんうん、お飲み物はどうするんだい？飲み物は、この前飲んだやつ美味しかったから、じゃあその紅茶かな。うんうん、わかったわかった。ティーさん、私はレアチーズケーキとお紅茶で。あ、じゃあ私、トレー持っていくから。マシロ君は先に席を取っておいてくれるかい？オッケー。はい。では、それでマシロは奥の方へと向かう。店内にはですね、テーブル席が中央と四方で合計5つ、まあ、サイコロの5みたいな感じで配置されてまして、うんうん、クリスマスが目前だろう、目前だからか、店内にはカップルや親子連れの姿が一切見えません。あれ？しかし四方の席は埋まっています。全員黒服でサングラスをかけた男女が腰掛けている。緊張感のある重苦しい空気がこの店内を支配していました。マシロ君は唯一空いている中央の席へと腰掛けるだろう。しばらくするとミサがトレイを持ってやってきます。さあどうぞ召し上がれ。ああ、サンキュー。なあミサちゃん。うん。ああ、なんだい。なんか今日この店おかしくねえか。あー、確かになんかこう、なんか妙に重苦しい雰囲気してるね。なあ。ね。ちょっとファッションセンスおかしいんじゃないかしらね。なあ、しかもなんかカップルとかで来る、まあ俺たち、あれか、うん、カップルか。うん。だけど、なんか黒服、ね。最近では、まあ最近ああいうのが流行ってるのかね。うん。まあさておきだ。それで、君が見つけたもの見せてもらってもいいかい？で、じゃあ、まあ、地図は見せません。うん、なるほど。とりあえず最初に、その、1枚目のやつを見せます。うん、封筒から地図を抜いて渡すってこと？うん。なるほどね。わかりました。うん。ああ、悪いね、真白くん。こんなことをさせてしまって。うん、でもありがとう。ミサは、真っ白から封筒を受け取ります。うん、これは、岩尾の字だね。ミサは封筒を開けて、中に入ってた手紙を開き、その頬に一筋の涙が伝えます。うん、ああ、本当に親不孝者だよ、あんたは。そんなこと言われなくても分かってるさ。言ってますね。うん、ミサちゃんの言う通り、うん、やっぱり事故じゃなかったのかな、この感じ。そうだね、遺書が残されてたということはやはりあれは事故ではなく一家心中だった、うん、でもだとしたら最後の一文はこれは一体。ああごめんよ。真白くんも見るかい？ああ、じゃあ見せてもらいますね。なんだっけ、一つこうお許しください。今までありがとう、カナをお願いします。うん、これを見る感じ岩尾はカナが助かる可能性があるとそう思っていたのかもしれないね。うん、ただこれだけじゃなんであんなバカなことをしたのかその理由がわからない。うん、どうしたものか。そうだな、ばあちゃん、ちょっとこれ食い終わったら一緒に裏山行かね。うん、なんでだい？なんかちょっとここだと話しづらいんだよな、重苦しい空気だから。うん、何か他にも見つけたのかい？一応ちょっともしかしたら話せるかもしれないことはあるんだけど。
ただそれが本当に手がかりかどうかは俺もまだ分かんねえからさ。うん、じゃあ分かった。え、こっそりでいいから見せてもらえるかい？じゃあマジでなんか本当にこそこそみたいな感じ。こそこそ。はい、じゃあこそこそっと見せてもらいます。はい、うん、なるほど、地図か。うん、じゃあ多分ここに岩尾が本当に伝えたかったことが、あるいは隠したかったものが眠っている、多分そういうことじゃないのかね。うん、なのかな。うん、あの家に置いては置けない理由があるもの、つまりは和江さんにも静香さんにもそしてカナにも知られたくない何かが。これは私宛の封筒に入ってた地図だ。ここにあるものはきっと私に見つけてほしいはずのものなんだ。さて、真白くん。うん。これ以上は私に付き合わなくても大丈夫だよ。ここに眠っているものによっては、君は日常に戻ることができなくなるかもしれない。もし私についてこの地図の場所へ行こうというのならば、その覚悟が必要になる。真白くん、君は優しい子だ。荷物も持ってくれたし、カナのために料理まで作ってくれた。こうやって手紙も届けてくれたしね。カナとも、仲良くやってくれている。君にならカナを任せられる。そんな子には穏やかな人生を送ってほしいんだ。だからさ、ここから先はこのおばあちゃんに任せて、君はカナに会いに行ってやりな。と言われますね。はい、ここ重要な分岐です。やばい、5時間経つ。悩みすぎや。今日始まってからのセッション時間より悩んどるやないかい。SB って何なんだろうな。ソフトバンク。ああ。面白いな。ソフトバンクしか出てこない。まあプレイヤーが考えてわかるものではないとは言っておきます。ああ、そっか。調味料のメーカーかもな。ああ、そうかも。うわー、会いに行ったところでカナを救うことにはならないのでは。どっちがカナのためになるんだろうな。この左上の写真見ながら決めたら。ああ、そうします。無駄にピオさんにダメージ入れるのやめてあげて。PL に直接攻撃します。こんな。なんかめっちゃ無邪気なんよな、まあ、笑顔が。ここはもう PC の心境ですね。言ってしまえば情報か、今までの情報から判断するって感じではないので。そうだよな。あなたがどう思うか、どう行動するかで大丈夫ですよ。大丈夫か、放送事故になってないか。よし、決めた。はい、ではどうぞ。ミサちゃん。うん、なんだい。俺さ、うん、まだカナのこと全然知らねえんだ。うん。カナの父さん母さんがどういう考えを持ってその行いをしたのかとか、うん、うん、そういう見ちゃダメかもしれないものかもしれないけど、俺は
そういうのも全部含めてカナのこと知りたいなって思うからさ。うん、腹は決めたよ俺。うん、ミサちゃんと一緒に行く。そうかい。やっぱりあんたは私が見つめただけの男はあるね。いい覚悟だ。そう思うだろ、あんたたち。え？星出ミサがそう言うと、周りの男女が全員立ち上がり拍手を始めます。ミサが片手を上げた瞬間、拍手はピタリと止んだ。うん。さて、真白くん、少し昔話をしよう。私の息子、カナの父親の話だ。岩尾はね、ある組織の構成員だった。今周りにいる連中が所属している組織さ。岩尾は、組織の研究員で、私はそこの元紙幣、まあ傭兵みたいなものだ。腕を買われてか、私は今でも時折いいように使われてはいるがね。まあ、老いぼれの話はどうだっていい。岩尾はかなりの知識に加え、兵器の開発に長けていた。我らが神にあだなす存在を効率よく始末する武器のね。まあ、やや物騒な仕事はしていたが、家族はとても大切にする子だった。穏やかな旦那で優しい父親だったと思う。そんなあの子が突然死んだ。私に何も話さずに、話せない理由があった。おそらく向こうの家絡みでね。私はそう思っている。だから、真実を知りたい。岩尾が墓まで持っていった事件の真相。ああ、この子たちを連れてきたのは、場合によっては荒事になる可能性があったからさ。天地和枝が岩尾の死に関係していて、カナにとって良くない存在だと分かった場合だね。まあそれも結局現状では判断がつかないわけだけど。岩尾が生きているうちに私に悩みを打ち明けることができなかった理由は、心当たりがないでもない。私たちは組織に敵対、あるいは邪魔になるであろう存在を排除し続けてきた。人間はもちろん、人ならざる者もね。その性質を懸念して私に話さなかった可能性がある。まあいずれにせよ、岩尾が残した地図の場所に行けば何かがわかるはず。あの子にカナを頼まれた。それに私はこれ以上家族を失いたくはないんだよ。だから私は一人でもそこに行く。そのつもりだったんだけどね。佐竹さん、星住美沙がそう言うと、はっと返事をして一人の黒服の女性が現れ、彼女に何かをスッと手渡しました。私と彼の二人で向かう。お前たちは ポイント A で待機。ミサがそう言うと、黒服たちは全員ハッと敬礼してザッと立ち上がると、ザッザッザッと店を出てきました。さてこれで邪魔は入らない。マシロ君、デートの続きと行こうか。ミサちゃんかっけー。あ、そうかい。かっこいい女性は嫌いかな。いや、めっちゃ好き。行こう、デートしよう。そうかい、そうかい。これは楽しいデートになりそうだね。そうだな。はい。ではあなたたちは裏山へ移動するでよろしいですか？はい。はい。ではあなたたちは揃って裏山へと移動しました。ああ、この裏山、本当につくづく縁がある場所だ。星野美沙は言いますね。え、なんか、前にも裏山で会ったりしたのか、そういう。ああ、まあ私の仕事の一つにね、この町に飛来してくる適正存在を撃ち落とすってのがあるんだ。特殊な弾丸のテストも兼ねていてね。で、その時撃ち落とした獲物はこの裏山へと落ちるようにコントロールしているのさ。街中に落としたりしたらパニックになってしまうだろ。確かにな、なんか人ならざるもの。そう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 。ああ、まあ最近で言ったら3日前になんか落としたね。ああ、その前だとまあ3年前にもなんかここに落としたな。結構落ちてんだな。うん、いや本当にね、ちょくちょく来るから困ったもんなんだよ。じゃあさ、うん、もしかしてなんだけど、俺
あれ昨日だっけ一昨日だっけ忘れちゃったんだけどさ、うんうん、なんかでっけえ人間ぐらいのサイズのクモみたいなやつに襲われたんだけど、あら、これは大変だね。それも人ならざるものか。そうだね、まあ、人にあだなすものだね、私たちの駆除対象は。うーん、まあ、それが人であろうと人ならざるものであろうと、我々にあだなすのであれば排除する、それが私たちの仕事だ。かっけえどうかい、惚れたかい、いや惚れ直したかい。惚れ直したよそうだろうそうだろう、ついていくぜミサちゃん。他に何か聞きたいこととかありますか。あ、うん、ちなみにそのカズエばあちゃん、ああカズエさんかい、ってどんな人なんだ、会ったことはあるのか。いや直接会ったことはないんだよ、何にも体調が悪いとかで家から出ないからね、寝たきりだって話だ。うん、えそれでそうか、父ちゃんがその事故っていうか自殺心中、うん、したことでなんでミサちゃんまで嫌わなきゃいけないんだろうな。さあね、もしかしたらそこら辺の理由もこの地図の場所に眠ってるかもね。そうだな、よし気合い入れ直そう、うん、はい。ではあなたたちは2人で、この遺書の場所へと行きまして、ああここだね、ミサちゃんが目星自動成功して見つけます。おおすげえ、わずかに地面の様子が異なる場所を見つける、何かを埋めた形跡のように思えるでしょう、まあ、2人がかりなら道具がなくともそう時間もかからず掘り起こすことができるでしょうね。掘ります。はい掘ります。はい、うん、じゃあ、共同作業と行こうかってこう2個って思って、初めての共同作業だなあ、そうだねそうだね、と言ってザックザックと、地面を掘り起こしますと、中から、ビニール袋に包まれた手記、まあ、日記のようなものが出てきますね、うんうん、手記か、岩尾のもののようだね、どれ読んでみようか、うん、川城くんも一緒に見るかい。もちろん俺も読めよ、うん、はい、では岩尾の手記を貼ります。結構長いです母さん、あなたがこれを見ているということはもう僕はこの世にいないでしょう。静香とカナを過酷な運命から救い出すには死しかありませんでした。愛する二人を失った世界では生きられない、身勝手で弱い僕をお許しください。アマチは呪われた血族です。いずれ正気を失い人を喰らう蜘蛛の怪物となる定めを背負っています。加えて自らの意志で血を絶やすこともできない呪いに苦しめられています。静香はもう限界です。数年前から少しずつおかしくなっていきました。庭に頭部のない虫やネズミなどの死骸が散見されるようになったのが始まりでした。衝動的にあるいは無意識に小さな生物の頭部だけを捕食していたのです。発作的に体の変貌が起こることもありました。この頃から静香は天地和江の介護をするという名目で人前に出ることがほぼなくなりました。よいしょ、待ってくださいね、やがて症状が進行し、うつろな目で夜の街を徘徊、身元不明者を地下へと連れ込み、天地和江と共に人を食うようになりました。静香は自らの死を望みました。何度も何度も殺してくれと懇願されました。僕は静香を、いずれそうなるカナを、二人を救う手段を探していました。天地和江はもはや巨大な蜘蛛です。元は人の形をしていたようですが、弱いを重ねるごとに蜘蛛の血が濃くなり、おどましい怪物になり果ててしまったらしいです。天地の血毒は自身の血を子孫に注ぐ習わしがあります。抗体のような作用を期待した蜘蛛化の進行を抑制するために必要な処置のようです。静香とカナはそれを信じ、その風習を長い間続けていました。僕は疑念を抱いています。その行為は本当に必要なことなのだろうかと。しかし静香とカナ、特に妻は天地和江を共振していました。今はあのような姿でも静香にとっては母親です。彼女の前で天地和江を否定することはできず、探るような真似を見せるわけにはいきませんでした。家族の目に触れず天地和江を調査するために彼女の部屋の隣に研究室をこしらえました。
けれども科学的にクモ科の基地を解明するまでには至りませんでした。しかし地下通路でわずかな魔力の対流を検知しました。波長を解析するとそれは天地風から発せられた暗示のような魔術の形跡だと分かりました。無意識に他人に意図を伝達させる何かしらの魔術の行使が疑われます。天地風の排除は静かやカナのクモ科を止める術を永遠に失う可能性があります。僕にはどうすることもできませんでした。母さんに話せなかった理由はもう察せたでしょう。僕は大いなる神への忠誠より妻と娘を守ることを選びました。どの道母さんを裏切ったことには変わりありません。本当にごめんなさい。自分も妻も娘もこの世を去っていたのなら、どうか天地風の正体を暴き、天地風が僕たちを欺いていたことが分かったときは敵を取ってください。それを可能にする対神聖兵器を添付しておきます。必要があれば使ってください。呪われた運命が、あるいは静かが、カナが生き残ることを望んだのなら、あの子は今でも一人暗闇の中を歩んでいるかもしれません。カナを頼みます。といった内容でしたね。また、この手記の裏側に、テープで銀色の弾丸が一発、止められていることがわかるでしょう。ちょっともろもろ出すので待ってくださいね。ほい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 。わお。いいわお。バカだよあんたは。私が静香さんとカナを、家族を、もうやすやすと手にかけるわけがないだろ。組織に告げ口なんてしないさ。打ち明けてくれればこんなことにならずに済んだかもしれないのに。星積みみさは小さく震えるような声でそうつぶやいていますね。キズキ君は何かを行いますか。とりあえずミサちゃんの背中にそっと手を触れておきます。うん、うん、ありがとう。やっぱり君は優しい子だね。いや全然、俺は読んでもさ、もう突然のことで現実味はないけど、うん、でも全部本当のことなんだよな。そうだね。これは岩尾が墓の下まで持っていた真実だ。ミサちゃん、なんだい。俺、カナを助けたいよ。どうしたらいいんだろう。マシロ君、岩尾はね、優秀だったよ。そんなあの子が研究し尽くして、残せたのはこの一発の銃弾だけだった。カナを救うまでには至れなかった。だから、君がそこへ行ったところで、カナを救う手段が見つかるとは到底思えない。それが答えだと私は思っているよ。だが剣だ、やめておけと言っても君は聞かないんじゃないかい。ミサちゃん、よくわかってんじゃん。そうだろう、私男を見る目には自信があるつもりさ。というとですね、ミサは、この手帳を弾丸ごと、君の胸へと押し付けますね。君が持っていくといい。いいのか。うん。あ、君にはその資格がある。あ、だが、そうだね。弾だけでなんとかできるもんでもないだろう。というと、星積ミサは、背中から、一丁の拳銃を引き抜きまして、あなたへくるっと回して持ち手を渡しますね。撃ったことはあるかい？いや、ゲーセンで遊んだくらい。そうかそうか。じゃあ、軽くレクチャーしておこう。というと、まあ、拳銃のこうセーフティーロックの外し方とか、うん、構え方とかを教えてくれますね。すげえ。まあ弾は全弾入ってる。撃つときはこう肘を伸ばして、そうそうだ、強敵をまっすぐ見つめて引き金を引く、それだけだ。簡単だろう。これミサちゃんの拳銃？ああそうさ、あんたが持っていきな。
わかった。借りるぜ。ああ、ちゃんと返しておくれ。当たり前だ。ちゃんとあのケーキ屋でな。ああ、それもいいね。またデートと行こうか。そうだな。その時は、カナも一緒に。ああ、そうだね。今度は三人で。マシロ君、私にとってはね、君はすでに家族みたいなもんさ。この老いぼれを、これ以上悲しませないでおくれよ。だから、絶対に死ぬな。おう、任せとけ。行け、少年。行って救ってこい。じゃあ、背中を向けて、サムズアップしていきます。はい。では、気づきましろは、託された弾丸と、そうですね。星積み岩から託された弾丸と、星積み美沙から託された拳銃を手に、山を駆け下りることでしょう。さて、この場から、PC はいなくなりました。ここから先はただの余談。まあ、語る必要もない。そんなお話ですね。マクマの話です。舞台裏ですね。さて、出てきたらどうなんだい？星積み美沙がそう言うと、どこに潜んでいたのか。星積み美沙の前に5体の雲の怪物が姿を現します。へん。あの子を守りながら山を降りる。そうなったら骨が折れると思っていたが、いや、都合がいいことにあの子は一人で行ってくれた。足手まといがいなくなった。私と少年、どちらを狙ってるのかは知らないが、もし、私を殺す気だってんなら。まるで数が足りないんだよ、虫キャラども。星積美沙は銃を構え、笑った。休憩入ります。かっこいい！かっこよすぎやろ！美沙ちゃん！美沙ちゃん！ミサちゃん、はい、傭兵ですけど、うわはい、休憩入ります。会ったことないけど、ミサちゃん、ミサちゃんかっけー。俺この回ミサちゃんしか言ってない。すげー。いやー、このおばあちゃん好きだわ。マジで好き。かっこよすぎ。まるで数が足りないんだよ、虫キャラども。かっけー。ばあちゃんかっけー。